れですが、染谷へ行ってください。ソータがいるはずです。村尾さんを探しておる。ソータだ。あなたが音に聞く。クロード。村の者が避けるぞ。なぜだ。見知らぬ者は恐ろしい。猛虎か賊か分かりません。悩まされておるなら手を貸すぞ。どうぞお構いなく。我らでどうにかいたします。助けはいらぬと申すか。村の敵は病と、そして飢えです。太刀では抗えません。それでよいなら承知した。どうも気になる。見て回ろうか。こちらへ。お話が。ただしあまり近寄らぬよう。何者だ。どうか来てください。なぜ隠れ。俺は村の者ではありません。我らの姿は見られん方がよいかと。この村は何だ。ここは誰も寄りつかない村で、数日前から佐藤さんの颯太の様子がおかしいんです。よくぞ話してくれた。用心して隠れておれ。何を隠しておる。こやつは溺れ死んだのか。女物の布切れだ。血の手形に爪の跡。誰かこの中に入れられて出ようとしたようだ。人か何かが吊るされておったようだ。この村は何だ。凍って穴を掘れなかったか。多くは病で死んだという話だが、皆男切られておる。大勢が村から出た。何者かが村を襲い、生き残りを連れ去ったようだ。だがどこへ。こっちに行った。あれは何だ。両手を縛られ、逃げようとしたが切られたようだ。むごいことを。足跡。この方向で間違いない。
百姓の家に逃げ込んだな。蒙古だ。さらわれた者は無事だろうか。戻りたくありません。村の男どもは私らを猛虎に差し出したんです。男のむくろがあった。ソータから守ってくれたものです。私らはここで暮らします。ですが何とぞ奴らに裁きを。任せておけ。あやつらめ見過ごしてはおけぬぞ。皆の者、出てこい。我が名は酒井。話がある。急げ。一体何事でしょうか。お主、測ったな。何のことでしょう。村の女から全て聞いたぞ。戦う術を知らぬ身です。従うしかありません。お主、それでも人か。皆もそうだ。どうかお慈悲を。全て私の案、罰は私一人に。よし、心得たぞ。ダメだ。そうだ、分かった。己らも佐護から消えろ。戻れば総太に会わせてやるぞ。行け。助けてくれ。あ、ど
うかお許しを。俺らは悪くない。どうか殺さないでくれ。これは何があったのです。猛虎にさらわれた女は助けたぞ。百姓の家に隠れておる。お主も行け。そうさせていただきます。火をついてくれ。火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では。変わろう。これほど寒いと。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から上岳の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の父上岳の崖を登りて穂村堤氏岩尾を見いずる。刃で穂村振らるれば、穂村は鋼包めども、おのがみはこともなし。暗示いだしたるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国。これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふう民に恐るるなかれと解き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふうこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技を継ぎ、対馬の民をなで斬りに。されど噂の聞こゆるは上岳山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。めっそうもない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで光栄死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。できた。かじかんできた。
寒いな。早く体を温めねば。寒すぎる。もうダメだ。さあ、木のそばへ来てください。助かった。お主は無事か？心は擦り切れましたかね。険しい山であるからな。頂には何を望むのだ？答え、権力、何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そうであろう。あなたなら登りきれそうだ。どうかお達者で。できた。火はないのか？焚き火があった。ついてくれ。暖かい。そうだ。よくぞいらした。おつらかったでしょう。酒井陣だ。よもやここに人がおるとは。頂に着いたのはあなたが初。穂村の剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすれば穂村の剣を伝授いたしましょう。あやつと剣を交えれば技を会得できる。
ホムラの剣を侮ってはなりません。しましょう。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。ご無事で。命を落としかけたが、ホムラの剣得得したぞ。火は操れるものではありません。何卒御身を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。